品専門店大阪兄弟社と申します。今回のテーマはですね、半紙の、表裏の見分け方ということで、基本的なことですので、ほとんどの方はご存知かと思いますけれども、たまに、問い合わせがありますので、お答えしたいと思います。半紙のですね、ツルツルした方が表で、ザラザラした方が裏になりますけれども、これはですね、意図的にですね、ザラザラした裏の方を使うことがあります。と言いますのもですね、活性を出したい場合、そういう時に、意図的に裏を使うということがありますが、実際使っていただく場合は、ツルツルの表の方を使ってください。以上です。